主会大劇院は中国の関東省主会市にある劇場である。野田抜島の埋め立て地に建てられ、2016年に開業した。月被害の形を真似た特徴的な外観をしており、クラシック音楽のコンサートから2.5次元ミュージカルまで様々な演目に対応できるホールを備えている。主会市の新しいランドマークとみなされている。 主海市や狸島の北部の埋め立て地に建てられており、中国で唯一島に建設されたオペラハウスである。月被害をモチーフにした独特の形状をしている。2枚の階のような形で大ホールである。機械は高さが90メートルで、収容人数は1600席前後、小ホールである。月外の収容人数は500席前後である。面積は59000平方メートルである。 劇場内には展望台もある。2010年4月28日に着工された。2013年12月29日には主要部分の外形ができた。建物が完成するまでは開発者と地域住民の間で議論があり、巨大で景観に大きな影響を与える建物と考えられたため、必ずしも地域住民からの評判は良くなかった。 2016年10月27日に劇場としての稼働が開始した。売り出されたコケラ落とし公演のチケット1550枚はすぐに完売した。2016年12月31日、コケラ落とし公演として、ロシア国立公共楽団による2017年、ニューイヤーコンサートが行われた。初年度は125の団体が156公演を実施し、 92%の座席が埋まり、将来乗車数は14万人であった。劇場の完成前は形状などについての賛否両論があったが、完成後は概ね地域住民から良い評価を得ている。2017年5月19日から21日まで2.5次元ミュージカルであるミュージカル、刀剣乱舞から300年の子守歌の中国公演が行われた。この際は日本からも、 女性を中心とするファンが感激のため司会を訪れ、司会大劇員が日中の差にはでいっぱいになったという。2019年には、司会大劇員の前で子供たちがファーウェイを褒めたたえる歌を歌いながら踊る映像がバイラルビデオとして話題になった。今度からは、野田抜島まで新月橋を渡ってアクセスできる。劇場から少し離れたところには、 イオンやスターバックスなどの店があるが、周辺部は2017年時点で開発途中であり、あまり周囲に建築物はなかった。ありがとうございます。